れじゃないということで、ステーキ大食い対決始まります。うわうわうまそう、まあ、めっちゃすごい絵力だよ、これすごい絵になってきましたね。先生今の攻撃は効くな。僕はもうこれを10年かけてちゃんと食べたいなと思って、慌てず、うるせえ、同じペース珍しいピリピリしてる。どうも、加速です。スヌーです。ユウジです。ジュイジャです。さあ、今日なんですけども、はい、チーム加速大食い企画、あれやべー、まあ、今までやってきましたよ、はい、まあ、焼き鳥かな一番最初は、うん、その後餃子やって、そして、寝起きでたこ焼きっていうのをやってきましたけども、はい、まあ、中野くんがまあ卒業しまして、うん、まあ、順院長が入ってから、よろしくお願いします。なんと順院長がですね、はい、相当大食いらしいんですよ、任せてくださいなあそうなんですよ。顔うるさいな。顔うるさいって何顔うるさいって何相変わらず元気やけど、よろしくお願いします。まあ、とにかくもう大食いが得意やっていう話をね、はい、みんなでしてたら、はい、常と龍二が、はい、ちょっとやってみたいと、はい、はい、やってみたいですね、この企画。はい、まあ、正直中野くんがいる時はもう中野くん王者みたいになってるんで、ね、もう正直龍二も心折れてたやん、折れかけてましたね、あの師匠には語れへん、はい、言うてたけども、準委員長やったらちょっとやったことないし、うん、やってみたいと、やってみたいです、はい、っていうことを言うてたので、はい、ちょっとせっかくやったら一発やってみるかっつって、やりましょうよ。今までいろんな食材やってきましたけども、はい、ここはちょっと原点に帰って、はい、もう寝起きとかそんなんじゃなくて、はい、ガチでやりたい、はい、そして、僕と友で盛り上がってたんですけど、はい、やっぱ大食いってあれじゃないということで、もうサムネ出てると分かると思うんですけども、はい、ステーキ大食い対決、これはね、なとも言うてな、そう、テレビチャンピオン世代やん、うん、ステーキの大食いめっちゃ見ちゃうよね、うん、見ちゃうじゃん、それで見れるのよ、見れるの、ほんでおのおのに聞いたらステーキが大好きだと、大好きですよ大好きですよ、大好きで、リュウジもやっぱ今まで油の耐性があんまりなかった、はい、お肉やったらいけるんじゃないか、大丈夫ですね、ということで、はい、しかもお肉はお肉でも、はい、この油っこいお肉じゃなくて、はい、なんと今回ですね、はい、このステーキええよねお話してたら、はい、安武さんが、はい、実は僕いいとこ知ってますっていう、はい、さすが、ね、そうなんですよ、うん、やっぱりステーキさんっていうお店がありまして、はい、そこの、まあ、社長というか代表の方がちょっと僕のお知り合いで、はい、僕も以前そこでねお世話になったことがあるんですけれども、お前社長の知り合い何人おるの安武してるよな、してますね本当に、まあまあそれだけ下積みが長かったのかもしれないかっこいいな、遠く見てる、これ安武さん遠く見てる、その頑張って売れようと思ってた時代やな、うん、でもお金がないから、はい、いろんな社長さんにお世話になったんかもしれません、はい、あさすがやな、うん、でその社長とはプライベートどんな遊びをしたりしてるここ広げようとして場所はどこで遊んでやっぱり麻布タイプじゃないです、そういうタイプ、はい、ごめんごめん、そう、はい、いやそういう知り合いな、そうなんですよ、うん、で今回このお話をしたらもう喜んでということで、そうなの、しかもなんか聞くところによるとめちゃくちゃ美味しいらしい、いやめちゃくちゃ楽しみ、めちゃくちゃうまい、プライベートで、はい、リサちゃんとそれだけも行ったらしく、その話聞いたら、はい、もう赤身のうまいお肉やねんな、そうなんですよ、たまらんすわ、最高、ちなみに安武がプライベートで行った時何グラム食うたんやったっけ、700グラム、多いよ、すごいよ、で別にあの無理してないのよ、うん、だってプライベートで無理する必要ないですもんね、そう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 、なんかご飯も食べたし、すごいコーラとかも飲んだりしながらで700、はい、やばいやばいやばい、言ってるから、はい、安武さんこっち側の人じゃないですか、違う、あ、違ういや違うだってさじゃない、今ちょっと欲しがる匂いしたなんか出てますね、今ねめちゃめちゃ出てた、出てますよってね、こうなってたよ、そうそうそう爪痕を残そうみたいな、こういうタイプで行くんすね俺、ええはい、順位長頼むからカメラ回ってない時の順位長になってやめてくださいそうなんですよね、急にさなんかなんか絶対笑ってないよ、バケモンの笑いキキキキじゃないのよ、任してくれてたらいいから、ありがとうございます、失礼いたしました、はい、とにかくね、はい、赤身でめちゃくちゃ美味しいお肉、はい、だから安心してください、はい、ちょっと油があってならないっていう、そうなんですよ、いやもうそれほんと強い、心強いです本当に、うん、そう、しかもなんか、うん、そのお店がお肉を柔らかくするときに、はい、なんか普通のお店は酵素みたいなのを餌として使うらしいんですよ、そうそうそう、それを使わないから、うん、
その食べた時に気持ち悪くなりにくい。おお、大食いにはもってこいですよ。もってこいや、もうずっと食べれるな。でもちらって噂で聞いたのは、はい、テレビのなんか大食い企画も撮影されたらしいよ、あ、なるほどね。そうそうそう、だから向いてるのよ、向いてる、大食い向けだ。で、今回安武通してお願いさせていただいたら、はい、撮影協力いただきました。ありがとうございます。しかも営業終了後に、うわ、この環境本当にありがとうございます。で、そこすごくて、はい、よくて、そのグラムで頼んでいけんねん、うん、で、聞いたら、100g、150g、200g、300g、ちょっと飛んで、700g。おー、100、150、200、300、700、はい、これでオーダーができるらしいんです。すごい。そうなんですよ。だから普段普通に食べに行っても、はい、その要は追い肉っていうのができるんですよ。追い肉、すごい、何それ、初めて聞いた。追い肉よ。もうちょっと食べたいな。つけると書いて。知らねえ。そんな肉誰が食うの。追い肉。追い肉したな、お前。食ったから。すごい、こんなの。怒られるわ、お前。本当ですよ。やっぱりステーキ。やめてください。やめてください。ですけど。そう、追い肉ができる。追加でね、お肉を。めっちゃ面白いじゃん。もうちょっとだけ食べたいなとか言うときに 100g とかできるんですよ。あ、めっちゃいい。めっちゃいいね。だからちょっと今回この企画もそれ面白いなと思って、はい、ルール的にはもうお任せします、もう作戦お任せします。なるほど。やっぱ大食い企画なんで一人で何グラム食えるかってことやから、はいはい、自由です。オーダーの仕方は。あれおもろいね。100からいってもいいし、なるほど、700からいってもいいし、いきなり700でもいい、150でも200でも300でも、そこはもう作戦次第。なるほど、なるほど。ちなみに情報を聞いているのは、はい、オーダーしてから約5分で焼き上がるらしいです。5分。だからひょっとしたら人によっては全部食べきってるからオーダーする人もいるかもしれない。なぜならば熱々を食べたいから。はいはいはい。はたまた、うん、食べてる最中にもうこれいけるなってなった、その5分間自分で計算して先に注文しとくのもあり、うん、全ては作戦次第です。なるほど、なるほど。ここもだいぶ大事、大事ですよね。大事大事だってね、うん、その制限時間超えちゃうかもしれないですもんね。そうだ、ごめんなさい、だから制限時間を先に言うと1時間です、はい、今回1時間、うん、そう、1時間もぴったりですから、はい、もう1時間60分経った時点で終了ですから。飲み込んでないとダメですからね。はい、はい。ちなみに1時間経った時に、うん、もうお肉が全部なくなったら、あのグラム数分かりやすいじゃないですか。はいはい。もしちょっとこう残ってた場合ってどういう風に測りを持っていきます。なるほど。おお、しっかりと、そこはもうそこはしっかり、うん、見てもらえる。いいね、ガチだね。はい、いい。もう限界までいったのと思って。へえ。何してんの。プロの技術で叩いてます。痛くないです。ありがとうございます。そんなもう欲しがるな。やっちゃうんだよな。どうよ、改めて自信のほどは。いや、もうお肉の大食いは初めてですけど、はい、自信ありますね。ある。はい、いける。いけます、いけます。もうだってやっぱ大好きですし、うん、でしかも赤身でしょ、うん、全部筋肉に変わるってことでしょ。そういうこと、はい、なるほどね。もう全部吸収したいと思ってます。なんかあれやな、はい、新入りには負けたくないよな。いや、もちろんやっぱりそういうことや。やめてもらっちゃ困りますよ。芸人としても先輩、はい、チームとしても先輩、はい、そうかな。そうです、そこはね、ちょっとあるよな。はい、頑張ってください。頑張ります。リュウジどうでしょう。僕も自信めちゃくちゃありますね。めちゃくちゃあります。油がちょっと心配なところあったんですけども、うん、それがもう全然大丈夫っていうことだったんで、ね、うん、はい、なんぼでも食べれる。なんぼでもいける。ズバリ勝つ確率は 100% です。あれ出た。今まで 90% の男が100言っちゃっていいの。100大丈夫です。お前絶対無理する。本当に前科あるからな。ちょっとコメント欄荒れてる。ほんまに、はい、今回お店やし、うん、そうです、絶対に無理したらダメ。はい、わかりました。自信あるってことや。珍しいな、100は珍しい。珍しいですよ。今まで絶対100は言わんかったから、ね、そう、頑張ってください。頑張ります。さあ、そして順位長、はい、したもういっぱい食べて、うん、いっぱい美味しくいただいて、うん、全力で頑張りたいと思います。なんで食べたの。今俺でも分かってる、はい、どうしました。これやっぱり芸人あるある、はい、分かんねん、うん、思いつかんかったよ。だってすごいちゃんとしたコメントしてるんだもの。そう、自信を聞いてた。自信を聞いてた。自信を聞いてた。食べてたことじゃなくて自信を聞いてた。で、あのボケなくて普通に答えたら、今ちょっと真剣に聞いてて、うん、100% とか来てビクンってなって、あ、怖かった。いや、ちょっと怖くなった。これも作戦かもよ。お、
やっぱ大食いもメンタル、はい、確かにメンタル大事よ。ただこれちょっとプチ情報を言いますと、はい、実は順院長が新メンバーに入ってから、はい、何度かもうみんなでご飯行ってたりとか、はい、歓迎会したりとかしてるんですけど、はい、まあ焼肉行ったりとかしてるんですけど、はいはいはい、そこで若干実は常、うん、リュウジがメンタル若干やられてるっていうのもめっちゃ食うってたもん、はい、めちゃめちゃ食うめっちゃ食べてたなあ、はい、ちょっとすごいなってなったもん。いや、なりました、はい、なりました。その辺が一体どうなるかなというのでございますけども、はい、非常に楽しみでございます。楽しみだな、はい、そして、いつも同様ですけども、優勝者には、はい、カジサクから10万円とこれですよ、すごい、マジでしょ、はい、毎回出してますから、はい、まあ、中野くんに根こそぎ持ってやるこれはちょっと楽しみな戦いでございますけども、というわけで早速いきますか、はい、今から移動して、はい、やっぱりステーキさんに移動しましょう、はいはい、というわけで本日もせーのお出しますさあ、というわけでやっぱりステーキさんに到着しましたいいですね、はい、もうお店に入った瞬間から美味しそうな匂いそれです、本当にもう俺も参加しちゃおうかな下手するな、お前は言うてますけどもちょっとどうテンション上がらへんテンション上がってます上がるよねめちゃ上がってますさあ、いよいよ決戦なんですが決戦よ、はい、ちなみにやっぱりステーキさん、はい、これちょっと見てもらえる味変めちゃくちゃあるのよそうなんですよもういっぱいあ、沖縄あ、来ましたね有名ですよね有名ですよ、はい、A1 ソースからなんか見てもいっぱいニンニク醤油とか甘だれとかこの辺も作戦ですよね、一生増えちゃうんじゃないのこっちもほら、安武、はい、お味噌とかなんかこれはすごいねそれめっちゃうまいんすよねこれはい、それめっちゃうまいんすよなんか特製のミックススパイス、うん、うわー、美味しそうなので、はい、本当に今回自由なんで、はい、好きにお使いくださいはい、ありがとうございますあと飲み物だったりとか、はい、もう何でもとにかくありあ、よしありがとうございます1時間以内なら何でもありです、はい、ただ、まあ、すいません、お食事中の方、リバースはもうダメですからそうですね、はい、それはもうそれは絶対ダメもちろん、はい、無理しないように、はいはい、お願いいたしますはい、すいませんさあ、では、はい、まずは、はい、作戦だよねそうですね、気になるところ1食目何グラムいくのかっていうことでございますけども、はい、ちなみにそれを注文して来てからスタートしますはい、はいはい、では誰から聞いていこうかな、僕から行きましょうかお、常からお、はい、さあ僕は、まずは、100グラムでなるほど 100g で100からいく、うん、まずはやっぱり様子を見てなるほどやっぱり常に柔らかい状態で、うんこうなんてうテンポよくいきたいんで、うん、ってことは100ずついくみたいな100ずついこうかなっておーい おそらく途中で焦って700だいぶ早いですでも1時間あるからあ、まあ、そうですよね、うん、考えながらやってください、はい、面白いでも一緒かもしれんし、うん、確かにリュウジは僕は 300g からやっていきたいと思いますそれどうしてやっぱり700、まあ、多すぎると途中でちょっと冷めちゃうのかなっていうのと、はいはいはいまあ、100g だったらやっぱちょっとロスの時間がロス生まれるんじゃないかなっていうので、うん、なるほど間の300を選んでいきます面白い違うんだね、はい、順調は僕は700を、はい、さすがそうですよさすがだね大丈夫、はい、大丈夫です700ってめっちゃでかいよなでかいっすよ楽しみにしてたんで一発目からいくのはいもちろんで今リュウジ君が言ったよねこう冷めたらって言ったんですけど、うん、もう熱々の溶岩石で焼いて食べれるんで、うん、そこは多分僕そんなに気にしてないです、うん、そうちなみにこのお店はそうらしくて、はい、溶岩石で焼きながら食べるという、うん、そう、うん、だから僕も常に熱く食べれるような気がするんでいけるいけるはい楽しみですやえこれ三者三様やろやばかったびっくりしましたね面白い、うん、おもろいねえオッケーよっしゃそれがとにかく一発目ね、はい、あとはそこからもうほんまに自由やから、はい、何頼んでも飲み物も何でもいいですから、ねはい頑張ってください頑張りますよじゃあお肉を待ちましょうはい、はい、さあというわけで、はい、お肉が到着しました、はい、やったーすごいすごいすごいうまそうめちゃくちゃうまそうそれぞれうまそうやけどやっぱ700すごいすごいとんでもないっすねやばいやばいこの作戦が一体どう出るのか、はい、そしてそれぞれ好みのソースはもう取り分けているという状態で、はい、始まりますよ始まる注文のタイミングをお任せしますからわかりましたそれでは準備の方よろしいでしょうか、はい、今からタイム制限は1時間です1時間よーよーいスタートいただきますちょっとせっかくだから一発目、はいはい、みんなでせーのでおいいですねいいですね
すごい、すごいレアだ。うわうまそう、うまそう。ちょっとこれを焼くんですね。そうそうそう、自分でね、はい、焼き加減を自分で、うん、うわすごい、それもまたいいんですよ。いいね、いけたら OK って言ってみる。もういつでも僕は、僕も大丈夫です。大丈夫、はいはいはい、じゃあみんなで行くんや。みんなで行きましょう。いいね、はい、せーの、いただきます。いただきます。どうですか。うまい、うまうまうまい、うまそう、うまそう、めっちゃ、うわ赤身やば、うまいよ、いや、うまい。ちょっとこれは俺よりで取らして、あー、ぜひぜひぜひ。順調、ちょっと見して。うまい、すごい、うわ。で、これを自分の好みに焼けれるっていうっていうことだ、うん、最高ですよ。うわ、うまそう。そう、やばいやばい、リュウジバクバクしてるね。はい、うん、まよっしゃー、めっちゃうまいよ。ええー、なー、いただきます。食べて、そして誰がいつ注文するのかも、そうだね、ところですよね。リュウジうまいか。こんなうまい、いいね。安武さんのおすすめの、ぜひこれを。あ、スパイスね。はい、ちょっとごめんやけど、後で俺ら食べようか。絶対食べてみましょう。食べたい、食べたい。あ、すいません、100お願いします。しゃー、そうか、作戦的に。まあそりゃそうだよね、すぐなくなりそうだもん。まあ単純計算、常にこの7回食べな、順位中に追いつかない。確かに、ね、ていうか、順位中こっついな、700。うん、これうまいこと。しかも大口やね。もう一度言います。焼き時間約5分ですから。はい、ちゃんと計算しながら ね、 そうですね。ちょっと言うの遅かったかも。確かに、しっかり噛んでな。はい、はい、あの、はい、早食いじゃないから。そう、あの、どうせ言うとあれやけど、残り5分ぐらいでみんな止まってんねんから。そうですね、毎回そうやろ。いつもの感じだとね。常に頼む、遅かったかもな。ちょっと遅かったか、ちょっと遅かったかもですね。すいません。お、300お願いします。はまた300なんだ、はい、いけると踏んだんだ。はい、さあ、常さんが今 100g を食べ終わりました。はい、はい、いや、サステーキの大食いは見れますね。見れますね。いいね。せっかくやから俺らもいただこう。はい、絶対食べたいです。続いて300もお願いしててもいいですか。お、そうか、はい、400は頼めないから。はい、すいません、さらに300もう一つお願いします。ありがとうございます。なんかあいつ変な頼み方で、ね、100作戦もう終わったの。ほらな。ちょっと間違えちゃった。これ見て、うん、僕もちょっとやってみたい、私もやってみたいって人も同じもできますからね。できるね。確かに、無駄なくできるんですよ。そうだね、頼めるから。確かにね、うん、この追い肉システムね。そうそうそう、はい、ガチャ、お待たせしました。あの、やっぱり次 100g です。はい、うそげー、リュウジが、はい、300。うまい、まだうまい、そりゃうまいよな。なんかでも今日のリュウジはちょっと違う感じしますけどね。そうですね、だってみんな、うん、彼今日 100% 感じてたね。すげーね、100が。おっと、おここで、ね、お渡しました。はい、マリステーキ300。いやー、よいしょ、はじめます。というわけでリュウジ300クリアです、今。はい、うまそう。飲むタイミング絶妙だったね。めっちゃうまかったな。めっちゃうまい。初めてじゃないな。初めてじゃないの、これは。すごい、あれ、順位表めっちゃ早いね。めちゃくちゃ早いぞ、これ。これがでもね、後半どうなるかわかんないですからね。そうだね、うん、そうだね、うん、1時間あるからね、うん、あ、来た、あ、来た、爪も300が来ました。やっぱり300です。あら、もう見てるだけでほんま楽しいわ。マジで楽しい。すいません、おかわりっていいですか。およ、700。ええマジ。やっぱり思った通り熱々なんですよ、ずっと。だからこれは僕はもうずっと置いときたいなと思って。え、700、700、まあ、やば、すごっ。とんでもないやつ現れましたね。さあ、常がですね、合計200今クリアです。うん、はい、
てる人ステーキ食べたなるやろうな。これはやるね。これはもう超飯テロですよ。これは皆様食べたくなったら明日明後日一週間後ぜひやっぱりステーキさんよ。そうですね。食べれますからね。めっちゃうまいです。本当あっさりしてる。いやもう見た目でわかるもん。うん、そう。これ筋トレ後とかにもいいやつやな。ね、いやそうですね。ちょっと待って順調。え？うわ。7g。出しました。なんで？7g 食べました。あ早い。ちなみに 700g 食べたんですけど、はい、現在9分経過です。やば。10分切ったんだ。すごいすごい。美味しくてペロっていっちゃいますね、本当に。ありがとうございます。いや、すごい。ちょっとリュウジが苦笑いを。そうですね。やっぱり準院長はただものじゃないんじゃねえか。まだ食べる前みたいな顔してるもんね。すいません、コーラもらっていいですか。コーラも。コーラ。ちなみに今、お三人が飲んでるのはグローロン茶を。ウーロン茶、三人とも。ここでコーラを入れる。ちょっとコーラ好きなんで。やっぱ肉700食べたらコーラ行きたくなっちゃって。わかるわかる。すいません、来た。早っ。ステーキ 700g です。やったー。よいしょー。めっちゃでかいよ。マジ700でかいな。すいません、お700g。やばっ、リュウジ。はい、これ多分作戦ちゃうんちゃう。めちゃくちゃ美味しいです。と順院長のを見て、はい、どうなん。そうですね、ちょっと周り見ながら作戦も。あとでもいけると踏んだってことですね。そうやな、はい、本当にさっぱりいけるよね。めちゃくちゃ、うん、食べます。そうなんですよね。僕も食べたことあるんですけど、うん、思ったより軽いんですよ、うん、なるほど、はい、なんだね。まさかのここでリュウジが700をオーダー。そして順一をコーラ。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。面白い戦いだ。こうなってくると爪がどう動くかやな。爪の動きが気になりますね。すいません、700お願いします。もう持ってかれてるやん。どこ行って100刻み。100刻み作戦。700いく。もう行くしかないっすね。いや、まだ開始そんな経ってない。そうなのか。まあ気持ちはわかるわ。横であんな走られたら、うん、さあここでリュウジが、はい、600かな合計。はい、600ですね。ナイス。まだいける。まだまだいきます。おお、まだ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 。顔が違うんだけど。確かにな、はい、そのソースもうまそう。何それ。これはオニオンソースでした。オニオンソース、ニンニク醤油とオニオンソースと醤油わさびで。うわぁ、順位調です、ね、楽しんでますね。寝ますね。パーティーしてますね。めちゃくちゃ楽しいです、お肉。俺らはごめんやけど、ご飯と一緒に食べたいです。そうですね、食べたい。いいな。でも視聴者さんにも見てもらいたいな。そうですよ、うん、うわ、来たやっぱり素敵なライブラブだ。すごいやっぱすごい横綱って感じするな。かっこいいな。それどうなんじゃん、お腹は全然大丈夫です、まだ。ほんまですか。いやいやいや、ほんまに、ほんまにです。まとまりましたね。大丈夫ですか。大丈夫です。やっぱ言うてもまだこれでプレイさんはやっと500ですね。はい、そういうことだね。はい、先ほど15分が経過しました。はい、4分の1が経過です。そうですね。順院長がさ、すごい余裕に見えるんだよ。そうなんですよ、なんか変わらない感じ。いや、でも食べるペースは一緒にしてますね、やっぱり。ああ、そう。慌てちゃうと多分胃がきってなっちゃうと思うんで。なるほど。マジで1回目もめっちゃ早く見えてるけど。本当ですか。ずっと同じペースで。やっぱりステーキ。頑張れ、頑張れよ。無理するなよ。よし、行きますよ。すごい絵力だよ、これ。すごい絵になってきましたね。そろそろ注文しようか。あら、もう我慢できなかったんですよ。ちょっとね、行くか。行きましょうか。それぞれ300ぐらい。僕1500。どんだけだよ。こすな。あっち座れ。失礼いたしました。300ぐらい。300。じゃあ3003つ。はい、ありがとうございます。あとご飯大盛りで。すいません、大盛りが2つ。じゃあ、僕普通のご飯で。僕も普通でお願いします。はい。
さすがにちょっと来てるんじゃないですか、お腹。いや、でもまだまだ行きます。マジで、はい、だって順位もう余裕で1キロ超えてるから。やば、1は超えましたね。すごいね、やっぱ。ゆうじもどうですか、お腹の調子は。まだまだ行けますよ。おぉー、太りらしくないね。うん、らしくないね。どういうことですか、らしくもう、ゆうじはこの時点で大体毎回ちょっとお腹いっぱいなはずなんですけど、今までの感じだと、うん、なんぼでも食べれちゃいますね、やっぱり。赤身、赤身やから。はい、スネさんもこれ7分目ぐらいまでそんなわけないでしょ。ほんと？はい、いや、順位長早いな。うわ、めちゃくちゃ早いよ。でもちょっとずつ実は順位長も、うん、お肉ちっちゃくなっていってる。そうですね。なるほど。だからアーは言っててもちょっと来てるの。まあまあ、だってね、1400ですもんね。もうすごいですか。もうすごいよ、だってもう1キロ以上太ってますから。あ、そうですよね。ちなみにこっちグループのお話で申し訳ないんですけども、はいはいはい、サラダとスープとかもあったりするんですけど、どうします。あ、お願いしますよ。私も楽しんでるな。やっぱりお店のいいところもお伝えしたいやん。はい、今日一緒すごくないですか。いや、もう一度言いますよ。彼 1.4kg です。はい、ちゃんと考えてる。悩んでる悩んでる。どうしようかな。確かに今頼むタイミングだもんね。確かに確かに。じゃあちょっとおかわりを。きた、わぁ、どれだけ行く。もう一回7組してください。お願いします。嘘です。何貸してください。嘘だ。順位ちょ無理したらあかんねんね。無理したらあかんですよ。700お願いします。はい、さあ、というわけで、はい、我々も来ました。来ました。ごめんね、ちょっとこっちはこっちでいただくな。食べるね。すごい、うわ、嬉しい。うわ、すごい。確かに柔らかいわ。すごい柔らかいな。はい、笠崎さん、はい、すいません、食べました。おいー。というわけで、順位長、はい、1.4kg クリア。よっしゃ。信じられない。ここから僕は700をゆっくり味わったらよかなと思って、少し今日距離を置いて。何これ。はい、ゆっくりちょっと差をつけたんで、一回。なるほど、はい、休憩ですか。そうそう、休憩ではないです。休憩ではないですすいません、じゃあ我々の一発目、はい、行かせていただきます。はい、いただきます。いただきます。うまい。やわか。うまい、ほんまうまい。このスパイスやばい、めちゃくちゃうまい。白ご飯うまそう。白ご飯うまそうですよね。頼んでもいいですよ。いやいやいや、頼まないです。白ご飯はなしで、その分お肉。はい、めちゃくちゃうまい、マジで。めちゃくちゃうまい。家の近くに欲しい。いや、本当に店舗拡大して今でもマジですごい勢いで店舗拡大してるんですよ。そうなんや。もともと沖縄だけだったんですけど。あ、サラダも沖縄だけだったんだね、最初は。すごい勢いで、ね、広がってますから、今。これは流行るよ。お待たせいたしました。おぉ、すごい。おぉ、嘘つけ。3回目でもでかいですね、やっぱり。嘘つけ。いや、嘘つけってなんすか。いけますよ、これ。最高だ。誰やけどな。いや、食いますよ、これ。うまいから。俺でも700いけるかも。いや、マジでそんぐらいね。そんな気になってくるわ。でしょ。うん、今こちら店舗どれぐらいあるんですか。今全部で90店舗ぐらいですか。やっぱりステーキだけだから。90、はい、そんなのか、はい、のオーナー。はい、はい、すごい。わざわざ来てくださって、はい、ね、沖縄からわざわざオーナーが。すごいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。しかも安掛のショップあるでしょ。そうなんですよ。はい、はい、めちゃくちゃうまいっすわ。さあ皆さん、はい、間もなく、うん、はい、半分の30分が経ちました。今折り返しです。はい、1時間って意外とやっぱありますよね。ひょっとして順院長はまだ喋る余裕あるが、残り2人は喋る余裕がないのかもしれない、うん、そうなんだ。全然盛り上がってなかったもん。普通の会話で滑ってましたもん。やめてください。若干、スネさんが疲れ顔になってまいりました。
あともう言うてる間に、つねさん、スースーいいやつになる。業務連絡です。はい。若干ですが、はい、つねさんがスースー言い始めました。やっぱり出ましたか、今回も。今回も。ダースネーダーダースネーダーダースネーダーさすがの順位長もちょっと来てるやろ。もう結構来てますけどなあ、美味しいんで、やっぱ700700700は正解でした。なんかマジで注文して待ってる時間が一番怖いなと思ったんで、うん、なるほど。業務連絡です。はい、つねさんが眠そうです。あありがとうございます。さあクソが出ましたって言うて、つねさんがもう1キロ超えてるぐらい食べてると思うもんね。うんうん、超えてると思う。うん、相当ですからね、やっぱ1キロって。1キロすごいよ。つねさん無理しないで。つねさん。つねさんこっち見ないで。こっち見ないで。さあプレイヤーの皆様。はい。今40分になりました。残り20分でございます。さあどうなる。そう考えたら順調の一発目のやっぱり700やばかったな。やばい、早かったよね。めちゃくちゃ早い。あれ食べ終わったら2キロ超えます。そういうことなの。 2.1 ですよ。やばで、飲み物も飲料5杯ぐらい飲んでる。そうですよね、うん、そこも驚異的ですよね。多分現状おそらく約3キロぐらい。いや本当に、つねさんの一点見つめが始まりました。出ました、出ました。終わりの合図。終わりの合図ですね、あれ。負けへんぞ。これ食べきったらリュウジが1300。すごい。すごいよ。リュウジやっぱすごいんよ。いや、すごいすごい。だから順位長の口ずっと動いてるからね。うん、順位長ね、表情もね、そこまでね、そうですね、苦しそうじゃないんだよ。エクボ高いですもんね。エクボ高いってのはちょっとは下がってくると思ってたまだ高いですもんね。エクボ高い、十分高いよ、うん、さあというわけで、はい、こちらはごちそうさまです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マジでうまいっす。もう最高し、ペロリと食べちゃいます。ほんと来ようプライベートで。そうでしょ、来たい。ほんまに俺こっちら全然まだいけるもんね。まだいけそうですもんね。あとで行こうかな。えまだえわっとるか。じゃあえなんもか買い肉ね、買い肉。僕、オープニングで追い肉ってましたけど、買い肉でしたわ。むちゃくちゃ間違えた。いや、間違えてるよ。追い肉って言ったおかげで、あの下り生まれたから。これな追い肉、追い肉正式には替え玉ならぬ替え肉。替え肉や、そういうことや。失礼いたしました。あ、じゃあ、ここから全力で応援していきたいと思います。はい、はい。さあ、リュウジは間もなくで、ツネも間もなくとねぇ、順位長もこんなに減ってるというのもやばもうおそらく彼ほぼ2キロいってます。いってますね。いってますよ。あー、これ厳しいね。うん、ちょっとリュウジこれ食べきって1300やもんね。はい、ツネが食べきって1200か、うん、はい、とんでもねえやつをチームに入れちまったよツネさん今の攻撃は効くなすごい。ちなみに残り12分です。はい、残り12分。くそで、僕はもうこれを10年かけてちゃんと食べたいなと思って。なるほどね、はい、しっかり美味しく、しっかり美味しく、うん、慌てず。うるせえ、同じペース珍しいピリピリしてる。つねさんの罵声は珍しいですね。珍しいですね。順調すごいところは今腹いっぱいでしょ、正直。めっちゃでも、はい、ちょうどなのに美味しそうなんよ、はい、苦しそうに見えない。そう見えない、うん、全然両サイドが両極端なんです。そう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 。あ、リュウジも辛そうやな。そうだあ、でもお完食。いや、かわいいよ、いいよ、マジで。つねもほぼ同時。よし、え100お願いします。僕も100お願いします。かっこいい、かっこいい、かっこいいよお前たち。
やっぱりちょっと待ってください。え、あ、何？あの100なしで。ってことは？ってことは一旦休憩です。一旦休憩と言ったんですが、はい、今たった今残り10分となりました。はい、ちょっと、もう いいですよ、はい、全然もう、はい、リタイアでも全然いいですよ、うん、だってぶっちゃけ今順院長と800差あるんですよ。そうですよね、今あなたが700食べても追いつかないですよ。そうなんですよね、相当厳しい戦いですよ。ダメだ、ギブアップはダメだ。確かにな、はい、家で子供たち見てるもんな。そうです、100お願いします。わー、かっこいい。ギブアップ。なんかもうリュウジもなんか顔変わってもんでもない。確かにきついですね。うん、そうよね。今ですね、はいはい、オーナーがですね、はい、ちなみに純院長が食べた 2.1kg こちらですって言ってお肉渡していただいて、はい、これです。やばー、これを平らげたってことだもんね。これが今お腹に入ってますから。マジ？マジ？すごいっすね。じゃあ持ってみ、これ。や、やば。すごいよ。いや、重いよ。あ、とんでもないね。うわ、やばいね。入ってんだもんね、お腹に。それ見るとやばくなりますね。正直言うと、うん、今お肉見たら急に現実湧いてきて、うん、今が取ってきたんですけど。ごめんごめん。いや、全然、でも、でもすごいですね。あれが入ってるって考えたらね。いや、多分順調もやっぱ新メンバーで入ってきて、ここで行かなきゃってなんだろうね。気合がね。実は相当お腹いっぱいなんだよ。確かに。かっこいいよ、順調。素晴らしい。ありがとうございます。さあ、ここで来ました。ユージ 100g。 すごい戦いだ。めっちゃちっちゃく見える。いや、もうめちゃくちゃ美味しそう。ありがとうございます。はい、爪きたー。はい、来たぞ来たぞ。今、55分経過しました。よいしょー。残り5分です。もうこれはおそらく、はい、ウィニングランということになるでしょう。あるとしたらリバース。はい、リバースで失格。はい、すいません。最後の一口いかしてます。おじゃあ僕の大好きなわさび醤油で最後いかしてください。うわあ、すごい、すごいすごい。 2.1kg 食べました。ありがとうございます。 2.1kg 完食、美味しかったです。これで順位長もう終わる。僕はこれで終わります。おお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい。オレンジジュースの最後飲んで、めっちゃ飲む。飲み物も半端ないよ。すごい。あ、ありがとうございます。オレンジジュースを、はい、正直1リットルぐらい飲んでない。いや、飲んでる飲んでる飲んでる。このパターン初めてやね。はい、確かに。もう食べ終わって、うん、これ相当屈辱的なやつよ。これはやばいですよ。かっこ悪いけどな。あれ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 あもう言っていいっすか。はい、お願いします。もう終わってよくないっすか。解散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 。全員思ってたんですよ。もう終わってんじゃねえって、うん、やめてくれよ。だってもう、はい、残り2分半切ってるんですよ。はい、で、差がさ、うん、そうなんですよ。リュウジがそれ食べきっても、はい、1400です。でしょ。はい、残り600食べなあかん。そういうこと。違う違う、600食べない。700ですよ。あの700を頼まないと。そうなんですよ。だよね、そういうことなんですよ。残り2分。もうおそらく視聴者さん的にも止めてあげてって言ってるでしょ。終了。これ以上無理はさせれません。そうですね、ナイス判断。終了です。これはナイス判断です、うん、これは無理です、うん、はい。
常井さん、龍二、お疲れ様、本当にお疲れ様。ナイスファイ。残ったお肉は我々が食べさせていただきますので、順位長、はい、優勝でございます。ごちそうさまでした。すごい。皆様、本当にお疲れ様でした。すごかった、すごい、うん、もちろん優勝した順位もすごいけども、うん、はい、常と龍二の2人もすごかった、すごい、だって1キロ超えてんだもん、ね、うん、1キロ超えてますから、ちょっと聞いていきましょうか、はい、常、どうでした？いや、もうとにかく、やっぱめちゃくちゃうまかったです、うまかったな、うん、はい、でずっと美味しく食べれたんですけど、ちょっと作戦もミスったかなと。最初100でしたもんね、はい、で、1回700頼んだじゃないですか、うん、その時に気づいたんですよ、あ、これ700でいってちゃんと焼いておきながら食べていく、やっぱその最初に言ってたやん、はい、うん、順位長、あ、じゃあ順位長の作戦が正しいと、はい、なるほど、ね、それはすごく感じました、なるほど、なるほど、はい、龍二は、いや、もう僕めちゃくちゃ美味しかったんですけど、やっぱちょっと順位長さんすごすぎて心がもう完全に折れました。なんか分かった、はい、途中で折れてるのが、スピードも横でな、見てるし、そうですね、うん、お疲れ様、本当にお疲れ様、うん、さあ、そして優勝した順位長、はい、どうでしたか。いや、本当に美味しくてすごい食べてるのも楽しかったんですけど、うん、ただ、正直めちゃくちゃ今お腹いっぱいで、あー、やっぱりな、本当に、うん、なんか不思議とさ、うん、順位長ってそう見えないのよ、見えない、本当ですか、嘘に見えない、見てみ、二人、老けとるやん。つけましたね。つけたよ。つけた。十人超全然なんか。めちゃめちゃ苦しい。実はめっちゃ苦しいね。めっちゃ苦しいです。すいません。2キロ食うてんねんか。最初700で行って、もう700って言った時に言って十ってなるまで本当に時間かかって、うん、やっぱやめてくださいって言いそうになってたんですけど、でもなるほど、一回差を開いちゃえば、それこそ心折れるんじゃないかなと思って700を頼んで食べきりました。すごい、はい、ほんまは1400の時点でヤバかったよ。ヤバかったです。でもあれ300頼んだら多分龍二くんとか常さんがまだいけんじゃないかってなっちゃうんで、700で一回俺行っちゃうぞっていうところを見せたいなと思って。かすごいわ、ちょっとすごいな、完全勝利だ。しかもその頼んだ700を全部食べきったから、すごいすごい、それがすごいわ。これはもう紛れもないチャンピオン、はい、賞金10万円おめでとうございます。本当ですか。ただこれね、はい、おそらくもう、うん、このメンバーでの大食い企画は終わりです。完全終了のお知らせ。ちなみにキード君、はい、どうですか、やりますまだ。いや、もうしません。無理です。やろうよ、やりましょうよ。ちょっともうレベルが違いすぎるわ。どっかのタイミングで、はいはい、中野選手に声をかけて、ああ、これ見たいですね。でもぶっちゃけ今日生で見た感じ、うん、中野超えしてるっぽいよね。そうですね。いや、してやりたいですね、中野さんと。超えてる。中野さんと戦いたいですね。はい、ちょっとそんなもおいおい考えますね、うん、ということでございますが、はい、まあでもとにかくですね、この企画ができたのはやっぱりステーキさんが撮影許可いただいたおかげなんで、本当にありがとうございました、うん、ありがとうございました。そして改めて順位長優勝おめでとう。ありがとう。また来ます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。 Twitter のフォローもお願いします。またお会いしましょう。